お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、こちらの、ラバハウンドデッキをね、紹介していきたいなと思います。で、今これがね、めちゃくちゃ、まあ、流行ってるんですけども、その、まあ、理由としてやっぱ結局ね、強いっていうのもあるんですけど、そのね、グラチャレとかで、その今このデッキが流行ってるとか、このデッキの12勝が多いとかっていう、なんかそのランキングがね、結構出るんですけど、今このデッキが、そのグラチャレの使用率、まあ、人気ナンバーワン。そしてグラチャレの、勝率がナンバーワン、そしてグラチャレの12勝回数が今このナンバーワンっていうので、今3冠ね、3冠取ってる今の環境、もうトップ、圧倒的トップの、まあ、強いデッキっていうのでね、今日はこちらのデッキをね、まあ、使っていきたいなと思います。なんでまあこれを使えば今もうほぼ勝てるみたいなところありますね。ほぼですね、ほぼさすがに全部勝てるわけじゃないんですけども、今ねちょっと強いデッキなんでね、おや CR、 はい、使っていきたいなと思います。よいしょ。で、まあ、ラバデッキは、まあ、ラバを出すタイミングと、あとは光栄の追加とか、なんかユニットの追加の仕方とラバの出すタイミングさえ覚えとけば、基本的に多分ほとんどの人が使っても同じような動きになると思うんで、まあ、基本的にラバを出すタイミングですね。やっぱ出すタイミングがすごい重要なんですけども、ここちょっと一回盛ります。出すタイミングは、まあ、後半になってからが、まあ、一番わかりやすいっていうか、まあ、安牌かな。後半になってからが安牌で、まあ、あとは、別にタイミングがあるとしたら、相手が、攻める主軸のカード、まあ、例えばホグとか、まあ、ジャイとか、まあそういうメインのとか小ジョババとか、そのラバ出した瞬間に逆サイ攻められるとね、こっちからしたら結構苦しいんですよ。なんででも攻めれないような状況、まあ、ジャイホグ小ジョババとかを攻めで使った瞬間で守って一回間ができるじゃないですか。その時に後ろからラバ展開すると相手は逆サイ攻めれなくて、こっちがねいいラバーの形を作るっていうことはできますね。なんで、まあ、相手が主軸を切った時や、まあなんだろう、今とかちょっとさすがにあれですね、することがないと言いますか、インドラでプリンセスとオーブン処理できてるんで、まあ、アドが若干取れてるんで、まあ、アド取ったなって分かった時とかはね、結構ラバ展開していいかなと思いますけど、いやラバ出したら逆サイ攻められるなとかって分かってる時はラバ出せずに、まあ後ろからなんかユニット切れるやつがあるなら切ったり、切れるカードがないならあのユニット出さずにちょっと待ってみるとかもいいかもしれないですね。よいしょ。でこれはちょっと痛いか、これ一応防衛します。まだ耐えれそうですね。で今相手はこれラムライダーがまあ主軸ですね、相手のデッキは。なんでこれラム最短で、ここでね、左からラバの形を作っていく形ですね。相手のプリンは樽で処理できる。で、まあラムは、まあゴブリンケージで抑えるんですけど、バルキリーがいた場合にワンチャン止まんないんですよね、これ。止まらないから、まあこれは守らなくていいかな。インドラ出してもどうしておられるし。はい、なんでここは、まあ相手、攻めにね、コストちょっと使いすぎなんでね。ここは捨てて、もう、ゴリゴリね。ゴリゴリ追加していきます。でプリンにリガー当てて、待ってなくてもよかったかな。これラバが残っててパピーも残ってるんで、まあこれはねこんな感じで勝つことができますね。なんでよいしょ、グッドゲーム。ラバ出すタイミングと、まあその あと防衛も大事ですかね結構大変ですね、防衛。どのぐらいの防衛するのかっていうのも結構大切になってきますね。よろしく。なんで、まあ、ラバーしょっぱなにあっても、できるだけ出したくないですね。ラバクロとかだとまた話が変わってくるんですけど、逆サイホバで許容してからの、そのままね、とか変わるんですけど、このラバデッキだと、基本的に、ラバーはあんま出したくないですね、しょっぱなには。まあ、ここの場合とか、いいですね。相手が主軸、ホグライダーデッキっていうのが分かったんで、ホグを抑えた後なんで、ここでラバ展開しても、相手は、多分攻めることができない。っていうのは分かるんでね。なんでここはラバ展開していきます。で、多分ミニペイプリンセスのホグだと思うんで、あ、マスケコウモリ？あれこれ？なんだ？ミニペイじゃないのかな？まあ、ここホグ来ても逆にこのね、ゴブリンの檻で守れますね。あ、待って、1個ずれたかも。危ねえ。そして、まあ、このインド、
インドいらないかな、これもしかしたら。こう後半じゃないとコストがちょっと足りないですね。これディガー飛ばしてあげて、よいしょ。こう裏にして、このパピーとかインドラであのマスケットを処理したかったんですけど、あのマスケットに残られると、ちょっと厄介ですね。よいしょ。で、ここはまあ縦の選手で受けの、あのマスケはタルババがいるかいらないか際だな。いや、いるか。一応転がします。危ない。はい、でまたホグはねゴブリンの檻で守れるんで、ここちょっと待って、あホグ来ましたね、よいしょ。ここはまあベビー出してもそんな4コスちょっと出すのもったいないで、ここは出さずにここ一発強要してラバ展開ですね。ここで今相手はホグ裂いたんで、こっからラバ展開したら相手はミニペとかがあったな、アイゴレミニペで攻めるぐらいですかね。今、アイゴル咲いてるな。ミニペ単体流してきても、縦線ネクストなんで、よいしょ、ここをしっかり攻めていきたいですね。次、ラバの後ろ、インドラからの、まあ、ベビーつけてあげて、危な。よいしょ。これ、タルパバで、ギー。おー。やばい。あのマスケットをどうにか処理したいですね、こっちからしたら。あのマスケさえ処理できると、結構ね、対空相手ないんで、コウモリマスケだけなんで。よし、これ後ろからユニット合わせて、ロケ来るかな、ロケ来たら、まあ、バイバイですね。はい、バイバイで、これラバ受けして、あー、ラバ受けしたら、ホグが、痛い、ホグ痛いけど、これギリ耐えたいですね。あ、またタル外した、やばい。いや、これでもロケ圏内じゃん、ロケともうなんかの圏内なんで、これ攻めてあげたら勝てますね。これディガープラスのポイズンで、あ、待って、ディガーじゃない、俺ディガー足した今。ディガー足して、ポイズンで、これ多分相手守れなくない？防衛ロケ。危ない。めちゃくちゃ危ない。めちゃくちゃ危ない。まあまあまあ、こんな感じ。まあ理想的にはこんな感じですね。ゴブリ、ホグだったらゴボウリとか。で、できるだけ最小限で受けたいですね。スケとかそういうのがないんで、あの、ベビー、ゴブオリとベビーとか出してあげると、ホグだけに8コス使って、その次のカウンター、んその次のラバで攻めようとした時にはまたね相手ホグ回ってきてみたいなことになっちゃうんで、できるだけ少ない数で守りたいですね。ちょっとあの陸がないんで、有能受けをまあゴブ売りでね、優秀なゴブ売りで受けます。でここはどうしようかな、普通にディガでいいかな。ディガ一回まず防衛使って、相手のデッキはなんだろう、ペッカかな、ペッカか、ペッカですね。さすがにペッカですね。ダックプリンのガゴなんで、あと工場来たら縦線で受けて、これに普通に、うん、まあ、ここは一回流しますか。今のベビとかにラバつけてあげたら、相手エレキしかない、対空がエレキとガゴしかないんで、結構多分きついと思いますね。こういうの端前に、いや、回ってないな。あ、回ってるか。これはゴボウリで受けます。よいしょ。こうやってザップしてますけど、まあまあ、まあまあですね。これダックプリで受けられる、ダクプリで受けられるのを、まあ、ザップ使ったから、インドで受けて、ラバ展開とかっていうのもいいんですけど、ちょっとダメージ抑えたいんで、リガーで普通に受けます。で、ここは、ここむずいですね。逆サイ工場ガゴが来ますね。工場ガゴ来るんですけど、この縦線があるんで、僕的に守れますね。守れると思ってるんで、これ、展開しました、ね。工場ガゴ多分守れますね。はい。こう縦線がやっぱ優秀で、ザップもさっき攻めで使ってるんで、相手。あ、いや、待って。俺の守れるって言ったのが嘘になる。ちょ、待って、これやばい。待って。おや？これちょっとあの、申し訳ないです。縦線で守れると思って攻めたんですけど、これまあエレキ来るんで、ベビー追加してあげて、で、3が5攻めで使ってるから、さすがに無理ですね。なんで、これは多分11効果になると思いますね。はい。真ん中言うの警戒。これ多分あれです。普通真ん中ラバしたら、多分対空がちょっと厄介。ああ、いい棒っぽいですね。いいガゴ。ここは、まあ、受けて、縦線で受ける。まあ、陸が意外と豊富なんで、そこはすごいいいところですね、このデッキの。これまた、これは後ろから普通にユニットで受けてあげて、空で受けてあげて、受けてあげて、相手の端間にね、バーンってラバ出すだけで、結構有利な形取れちゃいますね。
よし、これもいい流れですね。これだってもう普通にゴブリンのこれもいるから、この空とね、一応タレコ転がしましたけど、これだけでね、勝手にカウンターになってるんで、真ん中ユナとかも縦線で受けれるしね。ここに咲いたら、普通にここでもう、対空ワッショイですね。多分、ボーポイかな？さすがにボーポイしてくると思うんですけど。これもう、ちょっと、余裕余ってますね。これまたちょっと、ここで降りに行くつもり今なかったんで、後ろからもう一回ユニット咲いて、相手エレキも咲いてる、ザップも咲いた、美味しいですね。これまたラバ展開して、さすがに勝ちましたね。これ多分ここだけ止めればもう勝ちで、たまたまベビが働いてますね。あとラバ削りで終わりなんで、防衛だけ考えとけば、結構楽かな。よし。これは、相手ディガーキーからのダックプリー、ポイズン打って、よいしょ。まあ、いい。有能で当てられてますけど、まあパピーがね、入ってるんで。よいしょ。いや、まあペイカに対しては、意外と、まあラバーの時点で相性良くて、まあでも陸域がね、少ないとまた話は変わるんですけど、陸域ちょっと多いんでね。まあそれが、ペッカには、まあ勝ちやすいんじゃないかなと思います。はい。ってな感じで、まあ相手が主軸裂いたら、とか、逆裂来ても、ごぼうりで守れるって時にラバ出してね、しっかり後ろ追加して、からのディガー。それだけで結構勝てると思うんだよね。ぜひこちらのラバデッキ。元気環境めちゃくちゃね、強いんでね、ぜひ使ってみてください。というわけで、今日こんな感じで終わりにしたいと思います。では、良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。